よいしょ。大家好、香港ケンタチャンネル、ケンタです。今日はね、話したいことがいくつかあって、まずね、携帯電話、昨日ね、メイト20 Pro を売りますっていうことで、今何を使ってるかっていうと、Google Pixel 3を使ってます。Google Pixel 3でもいいかなって思った理由はね、まあ、Google Pixel 3のカメラって、結構実を言うと、評価高いんですね。やっぱ、ね、いいところがあるということで、Google Pixel 3の、カメラと、Mate 20 Pro のカメラで、何枚か、写真を撮ってみたので、その比較を、見ていただけたらと思います。まずこれ。夜景。いやー、綺麗。もうね、正直言って、まあ夜景はね、どっちでもいいかなって思わせてくれるような、そんな感じでした。で、次にね、こっち、人。いや、人はね、僕、やっぱメイト20 Pro の方がいいとは思うんですね。ただね、ある状況下においては、Pixel 3の方がいいって思えることもあったんですよ。ということで、いやメイト20 Pro、売りに行こうと思うので、それも後日ちょっと動画にしていこうかなと思ってます。で、本日ちょっととりあえず、朝ごはん、食べて、行ってみたいと思います。で、行ってきます。我想买点茶。よいしょ。さて、いつも通りの朝飯かな。有 B 餐。啊，我们没事 C 餐。冻柠茶。唔该。さあ、今日のご飯は、豚肉と、なんか高菜みたいなやつですかね。あとパンとレモンティーです。いただきまーす。ごちそうさまでした。さあね、昨日ね、広東語でやったガイラ、これある。実は、香港人の友達に、なんか香港人の友達が最近僕の日本語のチャンネル見てて、あれは違うと。ガイラだけじゃダメだと。ガイラってね、緑と黄色があると。緑はね、わさびなんですけど、ロッガイラ。もうわさびって言うんですね、わさびの場合。で、黄色い、洋辛子とか和辛子のことは、洋辛子と和辛子の違いがないんで、基本的に香港出てくるのは洋辛子なんですが、洋辛子は、ウォンガイラ。ウォンガイラ。で、出てくる、言わないと、何言ってるのか分からなくなる可能性あるよっていうので今日はちょっとこれをちょっと追加で入れておいて、本日の広東語に入りたいと思います。さあ今日の広東語はね多めと少なめ、これ結構料理を頼むときに多めとか少なめとか、あとよく豆板醤とかねちょっと多めに欲しいときにあとなんだ生姜のねネギ、生姜ネギね焼き飯、焼き味飯を食べるときに、シューメンさんね、食べるときに、緑のソースですね。多めにください。少なめにください。ドーディ。これ、多めって意味です。ドーディ。で、少なめがシューディ。少なめね。シューディ。ドーディ。シューディ。これ覚えておくと、いろいろと便利だと思うので、ぜひ覚えてください。本日以上です。じゃあ、またね。バイバーイ。